皆さんこんにちは、ヘマジン A です。本日は五輪チャレンジの源流を行ってみたいと思います。で、挑戦するパーティーはこちらの櫛田姫のパーティーです。フレントは学生バステと高校生、そんな稼がなくて倍率も発動できしやすいんで採用しました。あとは櫛田姫がフレントにいなかったっていうのが一番大きいですかね、選んだ理由として。崩しちゃってる。で、今回櫛田姫選んだ理由は究極進化のデータとかもイラストとかも全部発表されました。イラストも発表されてないか、究極進化発表されましたので採用し、今回記念で使っております。あとはウルダンディもその記念で使ってる感じですね。よし。で、序盤はこんな感じで難なく突破して、問題は4号は別に平気か。いや、でも火が出てきたら厄介なんで、火はなるべく出てきてほしくないですね。このパーティー的にかなりきついんで、きついかな、序盤だし大丈夫かな。でもレベル上がりきってないっていうのが一番大きいよね。やっぱ特殊ダンジョンローグ仕様は結構きますね。よいしょ。どうだ、ちょっと残りましたね。よいしょ。闇の落ち込みそのまま来ちゃったな。大丈夫、足りてるね。よかった。お光ですね。よいしょ。5、6、7、落ち込んで7コンボですね。結構ラッキー続いてるかな。お、水まで削れた。これであとは普通にいけますね。お、掘りも簡単。よいしょ。よし。目覚めはまだ打つ時ではないの感じかな。次ってやばかったら打っちゃおっか。もうどうだ、こいつはバインドとかしてきたっけ。暗闇状態があった気がするな。使わなくて平気かな。よし、多分いける。おお、 10倍しか出てない。あー、これか。あ、攻撃まで2ターン猶予あるから平気か。回復入れて、7、8、よし、落ち込んで、ナイス、8コンボいった。これでたまる、あと2ターン。うん、たまりますね。使う場所はあれですね、あのゼロインフィニティ、インフィニティ入る前に使う感じですかね。ミスった時用のダメージ半減用意として連れてきてるので、6コンボ振った時用ですね。これで次が蒸気がな、ちょっと蒸気が厄介ですよね。ラッキーですね、水ですよ、水。これは今回ラッキーですよ。クリアしろと言ってるようなもんじゃないですか。あ、いや大丈夫、足りてる。 10倍で多分いけるはず。よし、別の毒性だったらこんなことはなかった。あー、これか。よいしょ。落ちて
少ない。いや少ない以外にこれ倒さなかったら負けちゃうじゃん。キャッ買っておこう。バッテトのスキル使っておいて。こうだろう。よし。地球もう10コンボいいですかね。よし突破です。では来ましたね、ボス戦。ここはですね、6コンボ絶対決めないといけないんで、ミスしないように。よいしょーと、7、8。おおおおおお、なんで、なんでおって言ったんだ。さてさてさて、減らされましたね。これがなちょっと厄介なんだよな。よいしょ、よし、おお、次の分もありますかね。次は別に6コンボ決めなくてもいいんですが、いや決めないと足らないのか。よし、削り切った。次ですね、ラスト。ここの佐野さんのスキルこれで切れちゃうよね。なので串灘打って、かかってるスキルを無効化するスキルを誘発させます。1ターン目に使用しないと確か使用してこないよね。もういいし、使用しないと使わないので、確かこれで、あとはですね、HP 半分以下まで削って、水のゲージまで削りたいですね。そうすれば、HP 全回復してきて、なんだっけ、倒し役、HP ゲージが水の HP ゲージになるので、倒しやすくなるんですよ。一撃で。なんで、それをしたいかなと。よし、全回復ですよね。あとはベルダンディのスキル使ってキドロップが多めにあればいいんですが、ちょっと少ねえけど大丈夫かな。ちょっと少ないですね。いやでも44で分けれるか、大丈夫かな。8、ナイス落ち込む。てか今のなかったらちょっと倍率不安だった。よし、クリアですね。なんとかクリアできましたね。最後ちょっとコンボ数足らなくて不安でしたか。最後か、最後自分で盤面で組んだやつがちょっと少なくて不安でしたか、無事クリアできましたね。落ち込む、ありがとうございますって感じで。今回の動画は攻略はこんな感じですかね。金曜日は多分究極進化したキャラクターで多分何か動画を撮ると思います。ではご視聴ありがとうございました。